こんにちは。日本ホームインスペクターズ協会、理事、そして事務局長もやらせていただいております。栃木と申します。えっと、今日は、これからホームインスペクターの資格ですね、それを受験される方に向けて、ガイダンスということでご案内させていただきますけども、まあ、私の方からですね、受験の方法ですとか、その辺の具体はですね、また改めてあの、 運営団体の東京レクさんの方からご案内いただくということで私の方からはまあそもそもホームインスペクターという資格は何なんだとそれとホームインスペクションインスペクションという仕事は一体何がをすればいいんだというあたりそのあたりをですね簡単にご説明したいと思います。当たり前になるインンスペクショととどうう向き合うかと いうことでご案内させていただきますで事務局の方にですねたくさんご質問や何かをお寄せいただくんですがほぼほぼここにある4つのご質問が多いように思いますまずはインスペクションっていうのはそもそも何だろう何をするんだどうするんだという話それとですねこれがあのまあおそらく一番多いご質問じゃないかと思います え、インスペクションに関わるですね、昨今特にいろんな資格が出てきております。え、いろいろな資格がありますけども、え、何が違うんだと、え、何をどうやればいいんだというあたりですね。え、それとあともう一つ、え、これもあの、え、よくお寄せいただくんですが、え、いわゆる建築士、え、一級建築士、二級建築士、木造建築士ですね、え、建築士じゃないとインスペクションはできないんじゃないのかと。 えー、だからそもそも、えー、建築士を持ってないと、えー、仕事にならないのではないかというようなご質問もいただきます、えー、それとまあこれも根本のお話なんですが、えー、インスペクターという仕事を、えーまあ、資格を取ってですね本当にいわゆるビジネスとして成立するんですかというようなご質問もよくいただきます、えーまあ、これらをちょっと順番にご説明したいなと思います、えー、まずこれ えこれはあの実際のえ住宅のインスペクションで出てきたえ不都合の例です。わかりやすい例をあのいくつかを持ってきました。で、これはあのいわゆるここのえ塚と称するところ、これですね。塚とここのえもやという部材の 間になんか何か分からないけども、えー、パッキンのようなつっかい棒のようなものが入っちゃってますね。ですからこれは、あの、えー、本来であればここのところにカスガイというものがついてなきゃなりませんので、えー、これは全然止まってない、ただ乗っかってる状態というような不具合です。 次に、いや、そもそもそこんところに物が乗っかってないじゃん。なんかこれはあの、えー、保存かなんかを切ってですね、なんかやろうとした形跡はあるんですが、そもそもここにあるべき材料、おそらくこっち方向に、こっち方向に入るんでしょうけども、えー、ないでしょうと。それとあと、まあお気づきになるかどうかわかりませんが、えー、これがいわゆるグラスウールの断熱材ですね。で、見事なぐらい、こちら側からこっち、これはまあおそらく、 え、何かミスしたとかっていうことではなく、意識的にこちら側を敷いてないというような例ですね。え、これも非常に、ま、あの、基礎の例なんですが、え、これは、ま、基礎の土台周りから、え、外側から漏水して、え、フロエッセンスという、ま、漏水の形跡が出ていると。 これはあの、えー、基礎の中、まあ、1階の床下にこれは杉菜でしょうかなんか植物が生えちゃってるよねみたいな、えー、不具合ですね。とこれはもうちょっと言語道断に近いんですが、えー、おそらく、まあ、そもそも基礎があったところを、えー、何かの作業をやるために、えー、外側から壊したんだと思います。 我々はつるという言い方をしますけれどもこの部分を壊してこれが住宅の土台ですねでこれがアンカーボルトですですから今これ壊してこのまんまの状態であればこのアンカーボルトというのは全く役に立ってませんでそれを何か隠そうとしたのかどうか分かりませんけどもこういう発泡スチロールのようなものスタイルフォームのようなもので覆い隠していると。 いうような例。それで、えー、なおかつここに壊した後のコンクリート柄やら、えー、何かゴミですね、えー。まあこれは実際の物件として中古で、えー、売買されてる物件の、えー、床下なんですけども、まあ現実的にこういう物件が流通している、えー。それとさらに次はちょっとショッキングなものですね。これも、えー、1階の床下です。 で、おそらくこれが台所の排水なんですが、そもそもこういう形で繋がってたんだと思うんです。で、それが何らかの形で外れて、下に向かって、えー、おそらく住んでる方も気づかずに、えー、台所のお茶を洗った排水やなんかがドボ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 とここに流れ落ちている。で、ここにあるのはみんなこれはグラスウールの残骸です。で、そもそもこの1階の床にあった あるべきグラスウールが、まあおそらくここのところで、えー、お湯やなんかの蒸気やなんかで湿気が高くて、えー、これを止めてた木材やなんかが腐って、止められなくなってドボッと、この断熱材が落ちちゃその上にまたさらに湯気やなんかが被って、どん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 、カビ、その他ものものが発生してくるよと。 えー、いうようなあ状況ですね。えー、これは、えー、住んでいる方もおそらくご存知ない状況で、えー、現実的に売りに出てた物件の床下です。えー、これはあのちょっとさすがにあのショッキングなんで、えー、この部分、えー、イラストで隠しましたけども、えー、なぜか住宅の床下,下にハト、えー、の死骸があると。 で、これはあの、我々インスペクターの中ではよくあるあるの話でですね、えー、さすがに変な話、あの、えー、人間様は、えー、今まで私は聞いたことがないですけども、出てきたというのは、えー、いろいろな小動物に関しては、えー、結構誘拐した天井裏、えー、に死骸が残っているというようなケースはよくあります。で、まあ、さすがにこういう物件が、 平気で流通してるのはまずいでしょうと。で、まあ、なんとか、まあ、飼い主の立場になって、どちらかといえばですね、えー、みんなが安心して、中古住宅、あるいは新築の住宅もですね、いわゆる、えー、まあ、私はあまり好きじゃないんですが、いわゆる手抜きと呼ばれるような工事やなんかが、えー、のままですね、えー、買飼い主さんの方に、建て主さんの方に渡らないように財産として、 そういうような世の中にしたいな、ということで、我々教会の理念として、私たちの理念は日本の人と住まいのより幸せな関係を追求し、その思想を世の中に広めることです、ということで掲げております。で、その理念を実現するための一つの目的として、住宅診断、ホームインスペクションという資格を世の中に広めていこうと。 いうのが我々、日本ホームインスペクターズ協会の目的でございます。ホームインスペクションとは、住宅の劣化状況、欠陥の有無、回収すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見極め、アドバイスを行う専門業務ですと。で えここで赤字で書いてありますけども、ちょっとご記憶いただきたいんですが、後で、いろいろな資格のご説明を申し上げますけども、我々、ホームインスペクター、我々の協会のえーホームインスペクターに関しては、劣化状況だけじゃなくてですね、回収すべき箇所やその時期、おおよその費用を,を見極め、アドバイスを行う専門業務ということでえ掲げております。 この部分、後々ご説明しますが、一点大きく違うところになっています。で、これが、実は私がわかる範囲でまとめてきました。住宅調査関連の資格、様々にあります。左側にその資格の名前、それに対してその資格を付保する団体ですね。 えー、その団体名、それとあと、えーまあ、その資格を取るために、えー、そもそも前提となる資格条件ですね、があるのかないのか、あるんであればどんな資格か。それとあと一番右側が、えー、主な業務ということで、どういう業務をやってるんでしょうということで、えー、まとめさせていただいております。で この中で、まあ非常に、まず一つ、もうややこしいのがですね、既存住宅現況検査技術者というのが一つあります。それと、えっと、これが出てきてさらに面倒くさくなったんですが、既存住宅状況調査技術者というのがあります。で、まず既存住宅現況検査技術者、 というのはですね、えー、基本的にこれはあの住宅貸し担保、責任、あの、まあ、貸し担保の保険を、えー、提供している会社5社で作っている協会ですね、えー。そちらの方で付保しているんですが、えー、こちらに関しては、これはあのそこのホームページそのまま、えー、持って、キャプチャーして持ってきましたけども、えー、基本的にはもう更新講習等々を行っておりません。えー、ですから、 え、それとあと今後の新規講習の予定もないということで掲げてありますんで、あえてご説明はしませんが、もうすべて既存住宅現況検査技術者というのは資格自体がこれからなくなりますよねということです。ですから、まああまり気にしなくても良いのではないかと思います。で、一番我々のホームインスペクターと混乱、混同されるのがこの既存住宅状況調査技術者と。 というものです。えー、これはですね、えー、おそらく確か5団体から7団体ぐらいあったと思いますが、えー、それぞれ不法団体がありまして、そこで、え、建築士を持っている人間、建築士を持っている人間に、えー、が講習を受けて、えー、簡単な試験に受かれば、えー、与えられる資格になっています。で、 え、業務としては、え、国茶に、まあ、主な業務書いてますけども、え、長期有料住宅の、え、リフォーム推進事業の工事前検査、え、まあ、あと様々な国交省の補助金事業、まあ、中古住宅に関わるものですね。それと、あと、これが、えっと、3年ほど前でしたっけ、え、宅建業法が改正になりまして、 え、中古住宅売買の時には、インスペクション。ここでインスペクションという言葉を使ったんで、ちょっとわけわかんなくなったんですが、え、インスペクションの業者を圧っしなさいよということになっております。え、それの圧っを受けた検査に関しては、あくまでもこの既存住宅状況調査技術者じゃなければできませんということになっております。え、あとですね、耐震診断だとか、 もう一つ、貸し保険の入る前の検査。まあ、あの、工務店さんの方やなんかは、よくあの、貸し保険の検査で、検査員が来ますよね。そんなところでお馴染みかと思いますけども、いわゆる中古住宅の中でも、この貸し保険、保険の引き受け5社で与えている検査員、まあ、対応している検査員というのがいます。 えー、ただ、それはあくまでも既存住宅状況調査技術者、えー、ですね。既存住宅状況調査技術者を、えー、持ってないとダメですよと、えー。その上で、あと各保険会社に、えー、登録していただくというような形を取らないと、えー、この可視保険の検査員にはなれません。えー、あと、フラット35の、うん、適合証明だとかっていうのも、これも、えー え、別途ッえ、不法団体が行う、え、講習を、え、建築士でなければ、え、受けられませんが、え、それを受講すればできますよ、ということになっています。で、我々の公認法務員スペクターというのは、え、受験要件は一切ございません。え、極端な話は中学生でも受験可能です。え、それとあと、主な業務、え、制限なしと書いてあります。制限なしというのは何なんだと。 いうことで、これもよくご質問というかいただくんですが、こちらに書いてある様々な業務というのは、あくまでも国交省もしくは国交省の意図を受けて行う様々な制度をに対応する業務と。ですから、 えー、まるっと住宅検査というような、えー、イメージではなくてですねあくまでも、えー、住宅検査の中で、えー、なんか部分的な業務、えー、それをやるためにはあくまでも国の、えー、仕事なんで、えー、建築士じゃなきゃダメよ建築士の中でも、えー、講習を受けて、えー、既存住宅状況検査技術者 という資格を持ってなきゃダメよというようなあのイメージで捉えていただいた方がよろしいんじゃないのかなと思います。 えっと、これがあの国交省のホームページですね、から、ええ、キャプチャーしたものです。ええ、ま、これちっちゃくて見えないと思いますが、こちらの方に、ええ、不法団体が書いてありますけれども、ま、建築士事務所協会ですとか、いわゆる、ええ、な団体ですね。ええ、そこのところで大体は、ええ、資格を、の講習を行っています。で、肝心なのが実はここら辺に書いてあるんですが、 既存住宅状況調査技術者を講習を終了した建築士は国が定めた既存住宅状況調査方法基準に従い既存住宅の調査を行うこととなると。えまああの、ちょっとめんどくさい言い方してますけども、え、要は既存住宅状況調査技術者 さんが仕事をするときには、まあ、もちろん建築士でなきゃダメなんですが、えー、国が定めた既存住宅状況調査方法基準に従ってねとまずこれも後でご説明しますが、まあ、そういう部分で一つ制約がかかってますよねということですねそれともう一つこれもあのよく間違えていらっしゃる方がいるんですが えー、まあ、こちらの資格を取って他人の求めに応じ報酬を得て調査業務を行う際は、建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければなりません。えー、つまり、えー、既存住宅状況調査技術者さんイコール建築士、建築士が、えー、いわゆる報酬を得て、えー、業務を行う際は、 全員が建築士事務所登録をしてなきゃダメですよということで、まあ、あの大事なことがここのとこちっちゃく書いてありますけれども大きく2つ、えー、網がかかっております。で先ほどの 既存住宅状況調査技術検査基準方法でしたっけは何かというと今これがざっくり書いてあります。この下にさらに細かく調査方法やなんかが決まっておりますけども、基本的なところとしてはあくまでもちょっと字が小さいんですが、構造と雨水に関する部分だけ。構造とこれも構造、構造、構造。 構造プラス薄い、構造薄い、構造薄い薄い、構造薄い構造と。あの、今これ木造の部分だけ申し上げましたけども、あくまでも既存住宅状況調査技術者が行う調査に関しては、原則的には構造と薄いの部分を調べればいいですよというような立て付けになっております。えー、まあ、 あの、調査内容、調査内容に関しては、今申し上げた通りなんですが、その構造と薄いっていうのは何ということなんですが、これは実は、可視保険、可権が構造と薄いに関して調査しましょうねという立て付けになってますんで、え要は、あの、それとほぼ、この既存住宅状況調査方法基準、 というのはほとんど同じです。で、基本的には雨漏りしないことと壊れないことということになってますんで、原則的には最低限の基準。よくあの建築基準法が建物を作るにあたって最低の基準ということになってますけども、全く同じ意味ですね。最低限の基準でございますよと。で、なんでそんなことになってるかというと、そもそもが え、ま、この、これはあの、宅建業の改正宅建業のフローなんですが、そもそも改正宅建業で圧っをなんでインスペクションするかというと、ここのところですね。インスペクション結果を活用した既存住宅売買過し保険の加入が促進されますねと。え、ま、要は宅建業を改正したのも、この過し保険の加入促進が目的。 で、え、要は、加入しないとしても、え、ま、宅建業で、え、中古住宅売買するときに、事前の検査みたいなイメージですね。で、え、この既存住宅状況調査を行ってくれればいいなと。 いうようよも、まあえー、目論みと言ったらちょっと言葉が、えー、正しいかどうか分かりませんけども、えー、そんなような流れがありますんで可視保険の検査もいわゆる既存住宅状況調査もほぼ内容は同じですよということになってます。 ええと、まあ、なんかあの、いわゆる国の制度の説明ばっかりしてますけども、えー、その部分をですね、ちょっとご理解いただかないと、えー、全体像がちょっとつかめないなということで、えー、先にその辺のご説明をしました。で、えー、ジェシの考えるホームインスペクションというのは、えー、目視中心で行う建物全体です。建物全体の一時診断という形で捉えております。 ですから、えー、例えば建物全体がこうありますよ、ということになると、えっ、ー、と、我々は、えー、我々の、例えばジェシの、えー、診断上手という、こう、調査項目のフォーマットやなんかを提供してますけども、えー、その中には、例えば、建具の建て付けが悪いよね、ですとか、えー、バルコニーの金物がなんかぐらついてますね、ですとか、えー、あるいは、排水の状況がどうなってます、あるいは、 ボイラーが、えー、これは何年に設置したものなんで、えー、そろそろ交換時期ですよですとかさまざ、あ、ま、えー、な項目を、まあ、我々は調査しましょうとでそれの状況を、えー、依頼主にご説明しましょうという立て付けになってますけどもあくまでも何度も申し上げますけども既存住宅状況調査に関しては、えー、その中で えー、雨水と雨漏りですねそれと構造のに関する部分、えー、そこだけを調べるようになってます。えー、建物全体の中の、えー、限られた部分の、えー、限られた調査を行うのが既存住宅状況調査であり え、それが、えー、梅払いになって、まあ、入れそうな物件。あの、貸し保険というのは、えー、人間の生命保険もそうですけども、あくまでも健康な人間じゃないと生命保険って入れませんね。あの、病気な、病気の人は生命保険入れませんが、えー、建物もあくまでも健康な状況、えー、の、えー、貸しのない状況、 で、なければ、過小券には入れないという立て付けになってますんで、えー、それの梅雨払いの、えー、調査といったら怒られるかもしれませんけども、えー、梅雨払いの事前の調査をやって、その中で、えー、保険に加入できそうなものは、ここのところで、放入、あの、加入してねと。で、その時に再度、えー、過小券の、えー、検査を行う。あるいは、えー、まあまあ、中身は同じですから、省略してもいいよと。 いうような立て付けになっております。で、今 V の問題で、あるいはどんなことをやるのかの観点で申し上げましたけども、建物全体を目視でやるとなるとですね、さらに機器を使った二次診断というのもあります。目視から、まあ、非破壊という意味で言えば、 例えば最近は赤外線のサーモですとか、超音波を使ったり、超音波を使って鉄筋の位置を探査したり、サーモを使って断熱材の状況を調べたり、雨漏りを調べたいというようなことで活用しています。それらも実は我々のホームインスペクションという概念の中に取り込んでおります。で、さらに、 例えば、これは専門、さらに専門知識が必要ですけども、精密で専門的な知識がいる診断。例えば、シロアリですとか、ガスクロというのはガスクロマトロフィーでしたっけいわゆるあの空気をサンプリングして、シックハウスですとか、あるいは土壌汚染の調査やなんか。それとあと最近はアスベストですね。アスベストにかかる調査。 えー、まあ、様々にいろんな専門知識、え、がなければできない仕事っていうのはあります。えー、精密な診断をしなきゃならないこともあります。まあ、でも、それらも含めて我々は、えー、すべてホームインスペクション。あの、逆にホームインスペクターの資格を持ってるから、えー、例えばアスベストの資格、あの、取れますよということではないです。えー、あくまでも概念として、えー、それらすべての、えー、住宅に関する 検査業務を我々はホームインスペクションというような言い方をしております。ですから我々のホームインスペクションの資格を持った上で例えば赤外線の調査の技術者の資格を持っている人もいます。それとあと逆の言い方で例えばシロアリの専門的な資格を持った方が間口を広げるためにホームインスペクターの仕事も取るよと。 いうような方もいらっしゃいます、実際に。えー、あくまでもホームインスペクションというのは建物全体を、えー、見渡して、えー、検査してお客様に説明しようねという、えー、概念なんですよと。それと皆さんがよく勘違いする、えー、既存住宅状況調査ですとか、可処権に関する調査というのはあくまでも、えー、建物の一部、限られた部分の 限られた調査雨水に関すること構造に関することそこだけを調べる行為ということで捉えていただければいいかなと思います。それとですね、えー、とまあ,あの冒頭に申し上げたそのホームインスペクションという仕事が建築士じゃなきゃできないんじゃないのかというよく誤解があります。 で、これはですね、えっと、平成25年に出ました既存住宅インスペクションガイドライン、これも国土交通省から出しております。その中でホームインスペクションを行う検査人という言い方をしています、ここでは。に資格について書かれている部署があります。住宅の建築に関する一 一定の資格を有していることや実務経験を有していることは必要な能力を有しているかどうかの一つの目安になると。要は、えー、こ必要な能力を持っていれば特に、あの、定まった資格というような形では、えー、国交省のこのインスペクションガイドラインでは書かれていません。で、えー、ただ、えー、まあ、 とはいうものの国家資格だとかいうものを持ってるっていうのは、えー、その必要な能力を有しているとかどうかの目安にはなるよねということでその例として建築士それとあと、えー、現場ですね、えー、現場の施工管理、えー、技師さんですね建築施工管理技師さん、えー、そんなのを例として挙がっていますそれとあとえっ、ー、と まあ、現実的に実務経験と考えられるものの例ということで、えー、まあ、ここのところに既存住宅の検査員も書いてますけども、それと同列に、まあフロット、フラットの適合証明業務ですとか、えー、様々、 これは共同住宅に係る建築基準法に基づく定期点検報告に係る業務でこれはおそらく特権の基準法の12条検査というやつのことだとは思いますけどもえっとまあそれらと同等に住宅のアフターサービスなどとして定期的な点検もしくは住宅リフォーム工事の施工 かっこ事前調査を伴うものということで、これらが実務経験と考えられるものの例ということで上がっています。ですから、よくある建築士じゃないと検査が行えないんじゃないのですかというような誤解がありますけれども、決してそういうことではなくて、我々のホームインスペクターというのは何ら前提条件ありませんよと。 いうのは実はこの辺のことがあるんで、できるだけ文庫を広く開けておきたいなという意味で、えー、特に前提となる資格はないよと。で、その代わり、まあこういう形でやられている方々が皆さん受験されているというようなたてつけになっております。それとあと、 えっと、建築手法の中でも若干その調査業務に触れられているところがございますんで、えちょっとこの部分解説しておきます。え建築手法の第23条、え長いんで、え赤字のところだけを読んでください。え報酬を得て建築、えあごめんなさい、報酬を得て設計工事管理、え建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、 建築に関する調査もしくは鑑定、えー、または建築の、えー、建物、えー、建築物の建築に関する法令もしくは条例の規定に基づく手続きの代理ですね。えーはえー、それを行としてやる場合には、えー、建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければならないということが書いてあるんです。 ですから、これ、あの、先ほど申し上げましたけども、え、建築士をあくまでも商売にするんであれば、え、事務所登録が必要ですよ、ということが書いてあるだけです。ですから、えー、建築士を持ってないで、ホームインスペクターだけ持ってて、え、例えばホームインスペクションをするよ、と。 いうことは、まあ、問題ないということは先ほど申し上げた通りですし、えー、そもそも建築士を持ってないんですから、えー、事務所登録もいらないよねと。ただ、えー、先に建築士を持ってるよえー、建築士を持ってて、ホームインスペクターの資格を持ってるけども、まあ、えー、いずれにしても建築士を持ってて、えー、建築物に関する調査もしくは鑑定、えー、を、調査ですね、を行うんであれば、 それを商売とするんであれば、それは事務所登録はいりますよ、という決まりになっています。え、もう一つ、え、まあ、あの、建築士じゃなきゃえダメなんじゃないのというようなお話のところで建築士法が出てくるんですが、まあ、この建築士法の第三条えに、まあ、大体建築士の行うべき仕事やなんかが書いてあります。え、書いてあるんですが、 えー、よくよく読んでみていただくと、あくまでも、えー、建築物を新築する場合においては、まあ、これは一、e、級になってますけど、建築士でなければ、その設計もしくは工事管理をしてはならないと。えっ、ー、と、先ほどの、えっ、ー、と、ここのところですね、えー、建築物に関する調査もしくは鑑定という言葉は入ってきてません。え、あくまでも設計、 およびまたは工事管理それと同じ同列になるものとしてここのところに増築改築修繕または模様替えにかかる部分を新築するものと見なしとこういう行為をやるときには新築だということで見なしてえ建築士じゃなきゃば設計または工事管理をしちゃだめよというような流れになってます。ですからあくまでもこの第3条で書いてるのは1級2級木造建築士のそれぞれが え、設計または工事管理ができる建物の規模ですね。え、これが書かれているということになります。え、まあ、今までご説明してたとおり、え、あくまでも既存住宅状況調査、え、あるいは可処券調査、え、ですから、これは、え、あくまでも、宅建業の えー、まあ、いわゆる、えー、あを受けて行う調査ですね。それと、えー、ほぼそれと内容が同じである、えー、可処に関する、えー、調査。えー、これ以外は、これはもうあくまでもこの既存住宅状況調査の資格を持ってなきゃならないんですが、えー、それ以外は、えー、基本的にはホームインスペクターが業務しても、なんら問題ないと。 いうことがお分かりいただけるんじゃないのかなと思います。えー、まあ、あの、いろいろな、あの、薄い構造に関することじゃなくて、え、建具の建て付けだとか、え、さまざまなところを我々見ますよ、というようなことを先ほど申し上げましたけども、え、これが例えば具体のチェック項目の例ですね。えー、まあ、 各部屋の床、壁、天井などの仕上がり状況、歪み、その他、生活上で考える音の問題、匂いの問題、防犯に関することのアドバイス。まあ、これは場所、これは部屋ごとにちょっと書いてますけども、枠の歪み、戸辺りの固定、スイッチコンセントの取り付け状況、ベランダの仕上がり、ですね、メーターボックス等々、 もうとにかくあくまでも住宅に関すること全般の目視でできる範囲破壊しなくてわかる範囲で我々は検査をしてそれをお客様依頼主にアドバイスするで当然その上でこの部分がちょっと劣化してますねというお話をすればその上で当然じゃあそれを直すのにいくら ぐらいかかかりますかというようなお話をいただきますんでまあそれのアドバイスもして差し上げたらよろしいんじゃないんでしょうかというような資格が我々のホームインスペクターという仕事になります。で、えー、宅建業者さんやなんかがですね結構あのこのホームインスペクションの資格を取られます。でそれはですねどうもお話を聞いてるとですね その宅建業者さん、取られた宅建業者さん、あるいは、え宅建師さんですね。えなんかがですね、ホームインスペクションを行うということよりは、えこの改正宅建業法の中で、非常にちょっと、え宅建師さんの説明、あの、責任が大きくなっています。で、例えば、え重要事項説明時、えここのところに書いてありますが、宅建業者がインスペクション結果を買い主に対して説明。 で、これは本来ですね、えー、既存住宅状況調査を行った建築士が、えーまあ、行った人間が説明すべき、えー、ような気もするんですが、えー、なぜか改正宅建業法の中では、えー、実際に調査を行ってない宅建士さんあるいは宅建業者さんが買い主に重要事項説明として説明しなきゃならないよということになってたり、 ま、これはあの、えっと、売買契約の時に、ま、これも、ま、これもしった仕方がないと言えば、い、あの、しょうがないんでしょうけども、え、売買契約時に、え、内容を宅券業者さんが、売り主、買い主に書面で交付しなさいよ、ということになってます。 えーまあ、この辺で重説の時に、えー、内容をちゃんと説明しなければ告知義務違反に問われますし、まあ、間違ったことを言うこともできません。ですから、えー、やっぱりあの宅建師さんが、えー、いわゆるインスペクションの内容、えー、実際に調査を行ってないにしろ調査の内容ですとかその調査の意味するところを、えー、理解してないと当然、えー、説明もできませんよねと。 それと、先ほど何度も申し上げてますけれども、あくまでも構造と渦に関することだけなんです。既存住宅状況調査は。で、そうすると、えーまあ、その調査の結果、えー、すいません、基礎にひびが入ってます。そのあるなしの結果だけが調査の結果として出てきます。そうすると、それを宅建業者さんが、買い主さんに説明するときに、はい、ひびがありました。以上ですと。と いうわけにいいいわわけけにかなですね当然飼い主さんからはその日々とはどういう意味があるんですか壊れるんですか壊れないんですか大丈夫ですか当然さまざまな質問が出てきます。でその時にそのここのところに説明するのは実際に調査を行ってない宅宅建建業者さん宅建師さんんなわけですそうすると当然それに伴う知識や何かが必要でしょうということで試験を 実際の受験者属性を見るとですね、建築士さんがほ,ほぼ半分、それといわゆる宅建関係の方が半分ぐらい。で、まあ、建築士さんくくりの中で、リフォーム業者さんですとか、設計事務所さん、そんな方々が混在しているというようなイメージが実際の受験者像になっています。えー、まああ 実際に今度資格を取ってですね、まあ我々仕事になってるんですかなってないんですかということをよくこれもお問い合わせいただきます。で、あの、まあ私自身実は北海道で、本業は建築の設計事務所をやっておりますけれども、インスペクションもここ数年ですね、やっと軌道に乗ってきたかなと。 で、考えていただければですね、えー、まあ、インスペクションという仕事が、えー、十数年前には日本になかったわけです。その言葉すら。で、やっと、えー、他県業法やなんか、あるいは国交省の方々も、そのホームインスペクションという言葉を使うようになってきて、えー、おそらくこれから、えー、様々に、えー、マーケットが広がっていく。えー、ちょうどその過渡期なんだろうと思います。で、 これが具体的にですね、私が実感として考えているいろんなビジネスモデル。まあ、実を言うと我々、私は結構ほとんどこの中の業務はやってますけども、例えば、あっも売り主、買い主、それぞれの立場からの斡旋があるわけです。この既存住宅状況調査ですね。 で、まあ、ホームインスペクターの資格を持ってて、既存住宅状況調査技術者の資格を持っててもいいわけですから、まあ、あの、あえてちょっとここでご説明すると、まあ、おそらく不動産関係の方はよくご存知と思いますけども、都市部では、まあまあ、大手の、えー、売り側の仲介さんがですね、えー、まあ、物件もほぼほぼ加盟してるよね、と。で、えー、大手の仲介さんは、えー、まあ、実を言うと、 同じ会社でこの圧線インスペクションをやっちゃいかんよということにはなってるんですが、資本が入ってる分にはいいよと、いわゆる子会社でやる分にはいいよということになってるもんですから、まあ、大手の中介さんの子会社としての、まあ、インスペクション会社がほとんど、まあ、この売り主側の方のインスペクションは、ほぼ独占しているという状況じゃないのかなと思います。ですから仮に、 その売り側のインスペクションをやろうとすると、まあ、地方都市あるいは軍部で、いわゆる駅前不動産と称する方々のご依頼、圧っを受けてやっていくというような流れかなと思います。え買い主以来の既存住宅状況調査、これも、まあ、結構あります。で、ただ、えまあ、現実的に買い側の中介さんが、どこまで まあ、あの、あえてちょっと慎重に言葉を選ぶと、え、飼い主さんの方にどこまで真剣に圧旋されてるかというのはちょっとクエスチョン。というのは当然、え、契約が成立しないと、え、介さんに報酬が発生しないという、え、当然立て付けになってますんで、そうすると、まあ、中には、え、介さんの中に、え、まあ、あんまり、え、まあ,あ、荒探ししてくれるなよと。 いうようなメンタリティをお持ちの、えー、買い側の仲介さんも結構いらっしゃると思います。えー、ただ、やっぱりあの、飼い主の中でも相当に意識の高い方が最近出てきましたんで、飼、えー、い主から直接ご依頼をいただくということは相当数あります。えー、それと、まあ、これ、飼い主の内乱立ち合いですね。これは新築でも、えー、中古でもあるんですが、えー、不安に思っていらっしゃる飼、えー、い主さん、 あるいはリテラシーの高い飼い主さんというのは一定数存在してます。ですから、そういう方々からのお問い合わせというのはだんだん増えてきております。それと、歌証権関係のその調査業務をやろうと思っている方々は、今までご説明してましたけども、あくまでも既存住宅状況調査技術者を資格を持った上で、歌証権会社にの代理店もしくは登録事務所、 みたいな形で、貸借権会社と関係を持ってなきゃなりませんよということが大前提になろうかと思います。それとあと物件のあの種類でいくと収益賃貸の売買、えー、これはですね、えー、買い主さんもまああの収益物件なんで、えー、そこそこにボリュームがあるイコールそこそこに資産をお持ちの買い主さん。 イコールほぼほぼリテラシーの高い飼い主さんということで結構これもご依頼いただくケースがあります。でなおかつまあ一個一個の住宅やってるよりは規模が100倍1000倍というぐらいのボリュームになりますんで当然それに伴って報酬の額も大きくなるよねということは間違いなくあります。それと新築の内覧動向。 これもですねあの新築の内覧の時に飼い主さんが同行してくださいとおっしゃるリテラシーの高い飼い主さんは最近増えてきております。あと、まあ、これもよくあるんですがトラブル案件新築中古にかかわらずこれもですね面白いことに工務店施工者側からのご依頼 え、ですね。えー、もう結構あります。要は、あの、お客さんとトラブっちゃったんで、えー、第三者の目として調査した上で報告してくださいと。まあ、ああの、俺たち、間違ったこと言ってないんだけど、もう信じてもらえなくてさ、みたいな、え、イメージですね。えー、あと、中古の方のトラブル案件は、え、これはもう当然、中古の売買に関する、え、法的な知識、え、歌詞とは何ぞや、まあ、あ あの、今、民法で歌詞という言葉はあまり使わなく、改正になりましたんで、使わなくなりましたけども、まあ、法的な知識だとか経験、お持ちの方、あるいは弁護士さんとアライアンスが組めるような方、そんな方は、どん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 増えてくるのかなと思います。それと、まあ、あの、個別の相談として、単純に寒い。 寒いんで何とか、えー、どっかへどこが変なのか見てくれますみたいな話。特に私は北海道なんで、まあ、サーモンを使ってそういう調査ですね。それとあと、耐震診断絡み。それとあと、まあ、当然、漏水絡み。えー、そんなのの調査依頼も個別にあります。えー、で、そんなので、えー、まあ、その調査をちゃんとやって、調査は調査としてご報告すると。 いうことでまあそういうのをきっちりちゃんとやってると、えー、まあ中には「回収じゃちょっとリフォームしたいんだけど相談に乗ってくれますか」というような流れもたまにはあります。 まあ、いずれにしてもですね、えっ、ー、と、まあ、それぞれが、ああ、インスペクションの、インスペクターの宿泊を取られてですね、地域ナンバーワンになるために、えー、まあ、あの、残念ながらインスペクションという仕事はリモートワークできないわけですね。で、向こうから、あの、物件が、建物が私の方に近寄ってくることもないわけです。もう、あくまでも、えー、我々が、え、その物件まで行って仕事をしなきゃならないということになります。 えそうすると、えー、当然皆さんがお住まいのところ、えー、授業されているところでナンバーワンになるためにどういう戦略が必要なんだろうであくまでもそのインスペクションの仕事インスペクターの資格を取ったから、えー、棚からポタ持ちのように、えー、なんか報酬が続々と来るというようなことはないです。ないんですがまあでも広い間口と、えー、柔軟性と書いてありますけども、えー、まあ何か限定された 何度も言います既存住宅状況調査あるいは可処分権のように決まった部分の調査ですとか決まった業務でやることではないです皆さんのそれぞれのアイディア次第でいろいろな調査業務あるいはビジネスモデルというのは組めるんじゃないのかなと思います。 まあ、あのその辺をです、ね、皆さんがそれぞれの立場で、えー、いろいろと、えー、工夫していただいてでその大前提となる資格としてです、ねえー、ぜひ、えー、公認ホームインスペクターの仕事を、えーですね、資格を取っていただきたいなというふうに思います。 45分少々少々長くなってしまいましたけれどもこれでまあおおよそ,そのホームインスペクションとは何ぞや公認ホームインスペクターの資格とは何ぞやというあたりのガイダンスを終わらせていただきます。ありがとうございました 皆様、こんにちは。私はホームインスペクター資格試験の運営団体であります r e ク東京リーガルマインドの上村と申します。よろしくお願いいたします。本日は本年から大きく変わっておりますホームインスペクター資格試験の内容のご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは早速ご説明をさせていただきます。本年のまず第一点目のお知らせでございます。 試験方法の変更となっております試験方法につきましては従来全国7会場同時に一斉筆記試験で行っておりましたけれども本年につきましては CBT 方式に変更いたしまして実施させていただきます。まあ、CBT 方式なかなかあの聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですけれども CBT 社が運営すするコンピュータータを使用した試験方法となります詳細については後ほど申し上げます。 試験内容につきましては90分50問4試択一で従来と変わっておりません。で CBT 方式につきましてはコンピューターに不慣れな方でも問題ありません。えー、非常に簡単な操作となっておりますし当日担当者が指導もしていただけます。よろしくお願いいたします。続きましてお知らせの2つ目です。 本年の試験実施日については、十一月十五日から十一月の二十二日の八日間となっております。従来ですと、十一月の日曜日、一日だけでした。けれども、本年から八日間、お好きな日をお選びいただけます。続きまして、試験実施会場ですけれども、全国約二百六十の CBT 試験会場。テストセンターから、同じくご都合の良い会場をご自身でお選びいただけます。 で試験のお申し込み期間でございますが、えっと、お申し込み期間につきましては、六月十五日から二十五日から。もう始まっております。最終が十一月十九日、えー、試験実施日の三日前までが申し込みとなっておりますので、十一月二十二日の三日前、十一月十九日が最終申し込み日となっておりますので、えー、お間違いのないようにお願いいたします。 続きまして3番目受験のお申し込み方法についてでございます。お申し込み方法につきましては本年より A 方式と B 方式の2種類があります。方式の選択によりお申し込みの手続きが異なりますのでお間違いのないようにお願いいたします。まず A 方式のお申し込み方法です。予約方式予約申し込みと本申し込みが必要になります。 予約申し込みにつきましては6月25日から8月31日の間試験のお申し込みのまず設定を行っていただきます。まあ、設定については日本ホームインスペクターズ協会様のホームページからのお手続きとなりますのでよろしくお願いします。 9月1日からご希望の試験会場とご希望の受験日時を設定していただき、受験料の支払いで全ての資格取得が終了という形になります。ただ、本申し込みにつきましては、CBT 社のホームページから9月1日以降、手続きとして行われますので、くれぐれもお間違いのないようにお申し込みをいただきたいと思います。 続きまして B 方式のお申し込みでございます。B 方式につきましては9月1日から受験希望日の3日前までに受験のお申し込みと同時に試験会場、試験日時の手続きと受験料のお支払いで完了ということで受験資格の取得になります。 これにつきましては9月1日から CBTS 社のホームページからのお手続きとなりますのでお間違いのないようにお願いいたします。今申し上げましたように詳しい内容につきましては試験要領と受験のお申し込みは日本ホームインスペクターズ協会のホームページ試験資格試験全般のお問い合わせと対策講座につきましてはレックコールセンター およびレックホームページをご参照いただきたいと思いますそれと CBT 方式のお問い合わせ方法等につきましては CBTS 社のホームページからご覧いただけますのでよろしくお願いいたしますくれぐれも本年につきましては大幅な変更でございますので受験の皆様につきましてはお手続きお間違いのないようによろしくお願いいたしますありがとうございました